オーバーオールってどうやって選んだらいいか分かんないですよね。そこで今日は僕のオーバーオールのサイズ感の話をしていきたいと思います。プロフィールからインスタグラムオートベルダーでインスタグラム見ていただけると嬉しいです。今日僕が着ているのがカーハートのオーバーオールになります。ウエスト38インチなんですけど、オーバーオールってレングスもあるし横もあるし、なんかここのベルトもあるしで、そのサイズ選びが難しいと思うんですけど、オーバーオールを選ぶ中で一番大切にしているのはウエストですね。レングスとかはここ調整すりゃどうにかなるし、裾上げしてもらえばいいので、どういうシルエットで着たいかで選べばいいと思います。ジャストサイズで着るのもかっこいいですし、ちょっと緩めで着るのもかっこいいんで、あのオーバーオールって例えばメッシュキャップとか被ってちょっとバイカーっぽい格好するんだったら、結構ジャストサイズでもかっこいいと思いますし、ワーカーな感じを出したかったらっていうか、僕なりのワーカーなんですけど、まあちょっとゆったり履けばいいですし、オーバーオールって持っててすごいいろんな用途があるんで結構おすすめです。まあ、オーバーオールって何パターンもコーデ組めて、例えば T シャツにこれでシンプルにオーバーオール組むのもあるし、この上から寝るシャツとか羽織って前開けてここオーバーオール見せて着るのもかっこいいですし、冬になるとカーディガン上から着てもおしゃれな感じになるんで、すごいオーバーオールはね、いろんな用途があって、結構1個持ってると便利なアイテムになります。おすすめのオーバーオールの着方があって、この長さを僕は短ければ短いほどかっこいいと思ってて、ベルトを短くして上に上げて着る方が、すごい大人っぽく見える気がするんで、皆さん逆に下げずに、上げて着てみてください。結構大人っぽくなるんで、下げて着ると可愛くなっちゃって男らしくないんで、ここのね、高さをすごい気にして着てます。なんで、なるべく高く着る方が、ちょっとワイルドで渋い感じで着れると思うんでおすすめです。前回前々回と夏にねおすすめのパンツを紹介したんですけど、オーバーオールね、ちょっとポケットがたくさんあって便利なんで、キャンプとかアウトドアする人は結構1個持ってると便利かもしれないです。絵になるし、夏に着る用と外行き用のオーバーオールを持ってると便利かもしれないです。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。紹介してほしいものとか解説してほしいものがあればコメント欄に書いてください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。